皆さんこんにちは、ゆるりとと申します。今回はですね、久しぶりにモンスターストライクやっていこうかなって思うんですけども、久しぶりといっても過去に1回しかね動画上げたことないんですね。確か呪術廻戦コラボのガチャ動画を1回だけ上げたことがあるんですけど、今回ですね、ガンダムシリーズとのコラボ、モンスターストライクがね11周年を迎えまして、周年コラボでガンダムシリーズとのコラボが、開催されているということで、ちょっと久々にね、普段コラボガチャ来た時とかって10連ずつとかで結構ちまちま引くことが多かったんですけど、今回ね250個用意しまして、まとめてね50連一気に引かせていただくので、ちょっと動画作っていこうかなってことで撮影しております。はい。で、最初にね、ちょっと申し訳ないんですけど、僕ガンダム全然知らないんですよねなんで動画撮ってるんだって感じなんですけど、ガンダムシリーズ申し訳ない、本当に申し訳ないんですけど、知識は全くないので、キャラクターがどうとかっていうのはあんまわからないんですけども、まあもうね引いていこうかなと思います。はい。で、今回ねガチャが3つ来てるんですけど、まあ、もう基本はこの一番新しいガチャ引いていこうかなと思います。はい。で、以前にもコラボしたことがあって、その時ちょうど僕がモンストからちょっと離れてた時に来てたコラボだったので、あんまりキャラクターもね集まってないので、こちらもこの50連で引くことができたら嬉しいなって感じでやっていきたいと思います。狙いはそうですね、アジテーターっていう霊術のクエストがあるんですけど、そちらで使える最適性とねいうレベルになっているスレッタ・マーキュリーですね、か SS がすごい魅力的で演出がかっこよくて好きなので、ドモンカッシュ、こちらの2体をね狙って今回は引いていきたいと思います。久しぶりにガチャねこんなたくさん引けるんで楽しみです。星玉もねたまるんでね、早速10連目いきたいと思います。パパッとね引いていきましょう。物欲をね出したらね出てこないから、1周目10連目は無で引きます。いきます。まあまあ出る、まあまあ別に出なくても構わないよ、うん、全然全然何が来てくれても嬉しいね。西郷隆盛、おっとこれ星4だね。危ない。ちなみに1回星玉引いて星4キャラのコラボキャラ当ててたんで、さっき出てましたね。なんかねこれまずいか。1周目来た、頼むマジで、嘘でしょ、ガチ、え、マジか、10連目で早速狙いのキャラ出ちゃった、スレッタ・マーキュリー。このキャラが強くて、アジテーター最適キャラなんですよねちょっとごめんね、マジか、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、これ今回神ガチャの予感するな、神ガチャの予感するぞこれ、マジか、嬉しすぎる、ありがてえ。で、今回ねコラボキャラもね、もちろんラック90作っていきたいんで、この流れのままいきたいな。ボックス拡張していきます。さあ、ということでね、次20連目引いていきたいと思います。いや、10連目で引けたのでけえな。このままもしかしたらコンプリートまでいけちゃうのショット、ちょっと楽しみすぎる。20連目、いや、まあドモンカッシュかな今欲しいのは、か、まあ、前回のコラボ第1弾が来てくれても嬉しい。来た、来ちゃうか、うわえ、マジでめちゃめちゃ当たるくない、え、こんな、マジ信じらんないんだけど、嘘。今回のピックアップキャラですね、シーブック・アノー、ちょ、ごめんなさいね、そのキャラに関してはちょっと全然わからない、本当にミリシラなんですけども、ありがてー、マジか。20連連続ちゃんとコラボキャラ弾けてるな。今までこんな神ガチャがあっただろうか。基本的に大体、今までの経験上、コラボガチャ、まあ、20連ぐらい爆死はもう当たり前だったんですけど、これ神ガチャですね。ごめんなさい。毎回ボックスオーバーしちゃう。さあ、30連目引いていきましょう。頼むぞ。え、これ、あとドモンカッシュ出たら、第2弾コンプリートよ。30連で。さすがに熱すぎないか、それは。頼む。もうここまで来るともう物欲出ちゃうって。
センサー引っかかるなよ。頼むぞ。まずいぞ。爆死か？爆死するのか？止まれ、止まれ、止まれ、止まれ。あえ。ついに爆死してしまう。マジか、これやってしまったらさすがに物欲出たか。やはり物欲を出さないのがでかいな。そうしよう。さあ40連目引いていきたいと思います。でこの40連目でこちら星玉がね溜まるのでね、まあ、かなり期待できるんじゃないでしょう。星玉は星5以上のキャラクターが確定で、まあ、何が出るかわからないんですけど、とりあえずねこちらでもう1体は星5以上確定なので、これでドモンカッシュ引ければ嬉しいな。でついでにこの第1弾のキャラも一応排出対象になってるので、一緒に出てくれたらマジで熱い。40連目いきます。頼む。あと20連、残り20連。楽しい。嬉しい。ショット。お願いします、マジで。でもこれありえるな。コンプリートありえるよ、本当に。さあ、まあ、止まってくれ。まず止まってほしい。まず止まってくれな。マジで？え、マジで？これ来る？誰？誰？ごめん。ちょっとね、モンストマンエンジョイ勢なんで、コラボ、キャラを全部把握できてないんだよな、最近のキャラとかね。あ、でも知ってるな、このキャラ。まあまあ、あとに、え、スレッタ、え誰誰って思ったけど、まあ、見たことはある。なんだっけ、ちょっと名前がね、出てこない。モンスターのキャラ多くなりすぎて、ちょっとね、知ってはいるんだけどっていうか、すげえ止まるな。スレッタ2体目、マジか。あ、マジか。羅生門だ、そうだ、そうだ。ラショもかっこいいんだよね、このキャラね。スピリタス。はい、マジか。マジかしか言ってない。こんな、え、こんな運いい。え、これでもう俺、アジテーター楽勝だぞ。嬉しすぎるんだが。ただ、かぶり。いや、この調子で、コンプリートしたいんだよな。星玉いきます。これ、星5以上確定なんで、コラボキャラが確定ではない。星5以上が確定なんで、ここでもう一体にコラボキャラ出せたら激アツ。いきます、頼む。ここに全てをかけると言っても過言ではない。お願いします。うわ、キラヤマト来た。これ第1弾のコラボキャラですね。うわ、え、マジ。今回ね、重心化回してよりね強くなったんですけど、マジか。第1弾のキラヤマト出ました。熱いね。この、またいでゲットできるのめちゃめちゃ熱い。ちょっとまたボックス整理していきます。毎回すみません。はい、ラスト50連目なんですけど、何引こうかすっごい迷うんだよね。今のところ40連引いて、割と均等にキャラクターゲットできてるんですよ。まあただ、狙いのね、ドモンカッシュとか出せてないんで、まあ第2弾引くのが一番いいかなって思うんだけど、実はね、このガンダムフリーダム、映画のね、映画とのコラボの回が全くね、星6のキャラゲットできてないんですよ。最後ここに10連かけて狙ってもいいんじゃないかなと。はい、こちらのね、キラヤマトとかシン、うん、こちらすっごい強いのよ。そう、結構欲しかったんだけど、ちょうどそのモンストから離れた時期のコラボだったんで、最後こっちに10連かけちゃおうかな。うん、また石はね貯めれば期間中にはまた引けるんじゃないかなって思うんで、最後10連ここにかけたいと思います。お願いします。今の俺ならいける。頼む。俺は自分の欲にね、従順に貪欲に行きたいと思います。ということでお願いします。ちょっと頼む。いや、まあ、頼む1体なんか欲しいな。お願い。まず止まれ。止まってくれないと話が始まんないよって。まさかの最後の最後で爆死するのか。はい、ということで今回ねガンダムコラボね引いていったんですけれども、正直非常に満足しました。もう狙いのキャラ、一番の欲しかったキャラスレッタ・マーキュリーが当たったんで、まあもう正直満足ですね。はい、でもうそれ以外でちゃんとねシーブクだったりとか、まあ、キラヤマトとかね、弾けたんで、でもこれも非常に満足ですね。はい。もう文句なしです。はい。マジで嬉しい。いや、よかった。今までのコラボガチャの中でね、正直最近のコラボガチャ、あんまりね、いい結果、出なくて、
ちょっとああと思ってたんですけど、今回ねガンダムコラボでこの神引きできてマジで嬉しいです。この調子でね今回のコラボキャラ合理のね運極作成とかのね頑張っていきたいと思います。はい、ということでね久々のねモンスト動画だったんですけども、はい、最後までねご視聴いただき、ありがとうございます。こんな感じでねいろんな動画いろんなゲームやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。